今回は、12人の優しい日本人。監督は、中原俊。1991年の作品です。夜の国道でトラックにはねられた被害者。元妻が殺人容疑で起訴されますが、決め手になる証拠がなく、一旦は陪審員全員一致で、無罪が確定しかけます。しかし、話し合いたいんです。という、陪審員2号の曖昧な主張から、事態は思わぬ方向へ、というお話です。出演は、相島和幸、豊川悦司、塩見三世、村松克美ほか。もともとは、三谷幸喜と東京サンシャインボーイズの舞台劇。シドニー・ユメット監督の名作、12人のイカれる男、のパロディー。実際には日本では採用されていない陪審員制度ですが、採用しなくて正解、となんとなく伝わります。